テーマパーク、テーマパークは、日本では、特定のテーマ、特定の国の文化や、物語、映画、時代をベースに全体が演出された、観光施設を指す。娯楽やレジャー、知的好奇心を触発する、各種思考などを盛り込み、遊園地、動物園、水族館、博物館、ホテル、商業施設などを併設することもある。なお、日本以外の国においては、 テーマパークと遊園地は区別されていないことが多い。従来の行楽地はその地域の観光名所にちなんだ内容に重点を置く場合もあったものの多くにおいて定型の遊具や施設を設置するなどしてもっぱら行楽客がそれらで遊ぶという形態が取られておりそこには一貫性がなかった。テーマパークはそういった従来の一貫性のない行楽施設との差別化を 測るため、明確なテーマを掲げて、遊具や施設、個々の土産物に至るまで、一貫性を持たせた、交絡施設群である。その多くは、複数の建物からなるなど、施設的にも大規模なものとなる傾向があるが、屋内型施設などに、ミニテーマパークなどとして、所定のテーマに沿ったアトラクションを提供する施設も、見られる。奈良県奈良市にあった、奈良ドリームランド。 1961年開園、愛知県犬山市にある博物館、明治村、1965年開園や京都市の東映渦正江画村、1975年開園、高松市の四国村、1976年開園が、日本のテーマパークの草分けとも言えるが、日本においてこの言葉が一般化し、ビジネスモデルとして知られるようになったのは、1983年、 千葉県浦安市に開業した東京ディズニーランド TDL で用いられるようになってからである。テーマパークの性格は多種多様である。総合テーマを決めた遊園地という性格の強いもの。代表例は東京ディズニーランドから娯楽という側面を加えながらも社会教育や研究を重視した野外物館的な性格のもの。代表例は博物館、明治村や リトルワールドまで様々なテーマパークがある。バブル景気の頃から1990年代中頃にかけて通称リゾート法といわれる総合保養地域整備法、1987年制定にも後押しされて全国各地に観光の目玉とするためテーマパークと銘打った様々な説が計画され建設されたが十分なリピーターを獲得するだけの魅力に乏しい。 施設も多く、平成不況の影響もあって来場者が激減し、各地で民事再生法や会社構成法などの適用が相次ぐこととった。テーマパークの成功のためには、コンテンツの魅力と充実が求められる。特に、アメリカで一般的である、ヨカはシゴ式、イコールトラベル、キャリアニーズ、1992、ツーリズム、P261 などによる、 具体検証が求められる。横ハシゴ図式はアメリカで用いられるテーマパークのリピーター確保の基礎理論であり、こうした研究が十分されていないことは観光系大学の課題でもある。第三セクター方式のテーマパークでは全体の事業計画が定まらず、個々の関連施設は一定の事業利益を上げるも全体の運営が立ち行かなくなったものも参見される。このような背景として、 テーマパークの運営に関する基礎理論が学ばれておらず、適切に状況の分析や計画がなされずに損害が拡大したことも指摘される。長崎の歴史とオランダの紹介という独自のテーマを掲げてテーマパークの先駆け的存在であった長崎オランダ村の閉鎖と再開の失敗による倒産は象徴的なものであるが、新潟ロシア村、柏崎トルコ文化村、 富士がリバー王国の3テーマパークの設立に3、隠し融資を行って破綻した新潟中央銀行や第3セクター方式により設立した石炭の歴史村や夕張リゾートの開発運営の失敗を伴って財政再建団体となった北海道夕張市などテーマパーク事業関係者には痛手を受けたものは少なくない。日本においては 千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート TDR と大阪市この花区にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパン USJ は来場者が落ち込まずテーマパーク業界では運営的に一人勝ちの予想を提しているその東京ディズニーリゾートも2004年度2005年度は来場者数が2年連続前年度比で減少2006年度は前年度比で来場者数が増加したものの 今後の状況を楽観視はできなくなっている。とりわけ世界金融危機を発端とする不景気の影響で地方のテーマパークの営業環境は一段と厳しくっている。歴史を遡ることでテーマパークの理解は大きく進むと思われる。17世紀頃英物などで市民公園にメリーゴランドのような遊気具が設置されて遊園地の歴史が始まり、 その後1843年に開設されたデンマークのチボリ公園独特の個性を帯びたノスタルジアや異国情緒などの雰囲気の中で多様な機会に加え食事、コンサート、軽ギャンブル等を楽しませる。その魅力は奇跡的に現在まで保持されている、あるいは1950年開設のオランダのエフトリングパーク一人の国民的画家に委ねて、 作られたメルヘン情緒の王一する、つぐる干賞アトラクションが中核。さらに同じ頃に、カリフォルニアの一家族が始めた、ナッツベリーファーム、イチゴ畑の脇で始めた食堂に付帯する形で、開拓時代の本物の汽車や、小さなホテルなどを蓄財園などに刺激を受けて、1955年、ウォルトディズニーが、白雪姫など、アニメ制作で培った、 演出技法を駆使して建設したディズニーランドが本格的なテーマパークの始まりとされている。このヨーロッパの2カ所には実際にディズニーが足跡を残している。地元で人気を博すナッツベリーファームは無論視察していただろう。テーマパークを改めて定義づけるとすれば従来のように我が国では現在も機械、花、プール、 小さな動物園などを適当にレイアウトしただけの遊園地では不可能な非日常的な情感や感動を呼び起こして滞在時間と消費額を伸ばし何よりリピートや口コミを喚起する思い出を持ち帰ってもらうために全体または各エリアの環境アトラクション機械周辺飲食物販施設またメニューや商品に至るまで演出ツールとして特定のテーマ単一 複数、中小、愚章など、や雰囲気を設定した、遊園地の進化型、とすることができるよう。したがって、歴史文化自然などの在来の集客資源を備えた、観光施設や屋内外博物館、あるいはラーメンやケーキなど単一業種だけを集積した、ウェアル、種の情緒を呼び機構演出を施した、商業施設。 さらに体験ゲームの興味を強めるために仕掛けがハリジュングされた都市型テーマパーク等々までテーマパークの範疇とするのは遊園地の進化型としての本来のテーマパークが我が国でも実現し進化していくという期待に照らして歓迎すべきこととは言えない。なお、ウェブサイト世界のテーマパークめぐりにこういった意味で手本となる欧米の実例が紹介されている。テーマパークは 複合行楽施設としての側面が強く、例えば東京ディズニーリゾートの東京ディズニーランド、東京ディズニーシーではアトラクションを含む遊具施設だけでなく、飲食店、土産物などの販売店も行楽施設内にあるほか、周辺地域にも宿泊施設、ショッピングモール、劇場施設があり、各施設間の移動手段の整備といった総合的なサービスを提供している。 こういった統合型のサービスを提供するにはそれだけで大規模な土地が必要となり、大都市圏ではそれだけの土地を新規に確保するのは難しい。また一方このような大規模で総合的なテーマパークを運営していくためには膨大な数の交絡客を受け入れねばならず、初期投資も巨額に上るが、地方ではそれだけの土地を開発する負担に、代用出るだけの財力がない場合も少なくない。 こういった大型交絡施設とは別の方向性として、都市部の大型商業施設の1フロアや、その一部を占有する形で、屋内型のミニテーマパークと呼ばれる施設も首都圏、大都市圏で2000年代より増傾向が見られる。これら都市部のミニテーマパークは、公共交通機関などによる交通の便が良く、また商業施設の利用者がついでに立ち寄ることもできる。 要アトラクション数や所要時間は少ないいなどの配慮が見られ、また屋内施設であることから全、天候型施設としても人気を集める。ミニテーマパークと呼ばれるものの中には、フードテーマパークやレトロテーマパークなどといったスタイルも多いが、働くことを体験するという職業体験型、テーマパークキッザニアや自動車のショールーム内にアトラクションを設けたメガウェブのように、 既存交絡施設から完全にかけ離れた様式も登場している。施設規模も小さいことからテナントとしても扱いやすく、大型商業施設新設の際に導入されて、集客が図られたり、また既存施設でもシーズンごとにアトラクション内容を入れ替え、リピーター獲得が行われたりしている。2007レジャーランドレックパークソーランより、 レジャー産業を調査しているベイエラ社が2008年3月1日に発表した2007年3月期の世界のテーマパークの集客数、集計方法は明らかにされていないまたエラ社の定義でのテーマパークで、あため、遊園地や温泉施設、動物園、水族館など厳密にはテーマパークとは言えない施設も含まれている。13 ユニバーサル・スタジオ・オーランド、フロリダ米国6、000、000十13、ブラックプール・プレジャー・ビーチ・イギリス6、000、000十15、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー、アナハイム・カリフォルニア米国語、950、000零、16、フロリダ・シー・ワールド、オーランド・フロリダ米国語、740、000零。 17、ロッテワールドソウル韓国語、500,00。18、横浜八景島シーパラダイス、横浜日本語、400,00。19、アイランド・オブ・アドベンチャー、オーランド・フロリダ米国語、300,00。20、香港・ディズニーランド香港語、200,00。21、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド・カリフォルニア米国四700。 零零零。二十二、アソファームランド日本四、四百、零零零。二十三、チボリガーデンズ、コペンハーゲンデンマーク四、三百九十六、零零零。二十四、オーシャンパーク香港四、三百八十、零零零。二十五、ブッシュガーデンズアフリカ、タンパベイ、フロリダ米国四、三百六十、零零零。 26、カリフォルニアシーワールド、サンディエゴカリフォルニア米国4、260、0 0二27、ヨーロッパパークルストドイツ百950、0 0二28、長島温泉クアナ日本3、910、0 0零米国史フォーブスが選んだ、世界十大テーマパーク、2006年6月1日。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。